史上初の整形女優松井すも子の大将。松井すも子は明治から大正にかけて一世を風靡した名女優である。彼女は平凡な人生を脱却するために女優になるという道を選んだ。しかし俳優養成所に願書を提出したものの結果は不合格。理由は鼻が低く平坦な顔立ちで女優としての花が全くないからとのこと。しかしどうしても諦められないすも子は鼻筋にろうを注入する流鼻術を受ける。当時整形という概念はほとんど浸透していなかったためこの行動は周囲を驚愕させた。その後俳優養成学校へ入学し念願の女優となることができたが後年は整形の後遺症に苦しめられることとなる。注入したろうは柔らかいもので体温程度でも不安定な状態になり鼻筋からずれてしまうことが多かった。その度に自らの手で押さえていたという。そのようなことが頻繁にあったため体が拒絶反応を起こし鼻を中心に顔全体が腫れて炎症を起こすことがあり時には痛みで寝込むほどだったとか。しかし当時は抜去する手術が確立されていなかったため冷水で絞った手ぬぐいで患部を冷やすことしかできずひたすら耐えるしかなかったのだ。